長岡久重明治10年1月12日は、江戸時代後期から、明治時代の合津藩士、志士、通称慶次郎、東仁郎主人とも号した。天保10年、長岡や佐右門の,の子として、若松城下に生まれる。藩校日進館や江戸の将兵校で学び施策に、優れた。江戸留学中に起きた、母親戦争では初め江戸大砲隊の一員として戸場、飛ば。 伏見の戦いに参戦。これに敗れてからも北越戦争に赴き、大劣藩同盟時には同盟締結のため梶原、平馬の片腕として奔走した。また、会津戦争で若松城が包囲された際には、榎本武明より、兵100名を借り受けるが救援に失敗。会津三絶と言われる、丸木誰れ次第力、慶という詩を読み、これを嘆いた。 降伏後は一時収監されたが、後に、合津藩が転放された、都南藩の小三寺につき、廃藩治験後は、青森県大族、田辺市長長を命じられた。しかし、ほどなく、職を辞し、東京で、鹿児島県氏族エビ原敦志や備前出身の小松原栄太郎らと、評論新聞社を設立。明治政府を強烈に挽回し、 西郷隆盛らを支持する意見を出し続け、多くが発禁処分となった。しかしその能力は政府からも認められており、伊藤博文や井上薫等より、再三の士官の要請を受けている。明治9年10月29日、近親中に地域を得た前原一世の起こした萩の乱に降応し、千葉県庁を襲撃しようとするが事前に発覚し、捕らえられた。 その際負傷しており、翌年獄中にて死去した。去年38、ありがとうございます。